さあ今日は球場内ドラクエウォークイベントということでドラクエウォーク一色でした。まずは角中選手が盛り上げてくれてゲームがスタートしていきました。初回の攻防です。先発は佐々木朗希。立ち上がり先頭の西川変化球から松川が見失って出塁します。振り逃げ。その後ここから変化球、縦に落ちる変化球は今日は相当な格好で落ちてますね。そうですね、もう今日この立ち上がりこのスライダーですけども、キレが本当に良かったですよね。さらに4番の島内、今度はストレートメソビッチ。変化球だけではなくこのストレートを見た時に今日はいいなっていう本当に思いましたね、はい、初回になんと4つの三振を奪って立ち上がります。一方楽天先発は田中将大、ランナーを許して中村翔センターへのタイムリー、1番から3番この3人で1点を取った大きかったですね。そうですね、立ち上がりのところをこう本当にこう全部前に飛ばしたといいますかね、バントもすぐ決めてというところだったので、はい、一方2回にはこの佐藤俊哉の素晴らしい処理がありました。3塁フォースアウト、その後ランナー三塁二塁、炭谷空振りの三振でピンチを出します。そしてゲームは3回です。やっとも見逃し三振が続いていきます。まずは西川、小深田、今度は変化球連続三振が5ぐらいまで、そうですね、5者連続まで結果的にはいっています。このイニングは全て見逃し三振です。回でしたよね、そしてゲームは4回です。ここは島内変化球三振、そしてピンチ。この後ですね、少し表情が変わっていって、そうですね、手が潰れたシーンです。はい、その後ランナーを許します。ツーアウトランナー1塁3塁というピンチを迎えます。コントロールに苦しむ中、辰巳をライトフライに打ち取ります。ピンチを出しました。4回無失点という内容、ただ佐々木朗希は豆を潰してここで降板になります。そしてゲームは4回の裏です。佐藤バットの先端、ショートの後方にしぶとく落とします。もう1点追加で2対0、田中将大から2点を取った今日の打線です。そしてゲームは5回、スクラム体制、5回のマウンドにはボルマが上がりました。2アウトランナー2塁1塁、ストレートを狙っていました。完璧でしたね。ですね、まあ、反応した気味ですけども、本当にしっかりと捉えましたね。4番手の逆転スリーラン、3対2、形勢逆転、イーグルスも前に出ます。そしてゲームは6回です。田中将大、6回のマウンドにも上がりました。先頭の中村翔吾にフォアボールを与えたところで石井監督がすぐに変えます。このスイッチ早かったですね。そうですね、まだ8球5球だったんですけど、もうスパッと変えましたね、はい、そしてゲームは7回、東條がマウンド、2打席連続ホームランでした。これもストレートでした。1つ前に大きなファウルがあった後だったんですけど、はい、打ち直した感があるぐらいの時期でしたね。4対2、楽天が2点リードで7回の裏へと入っていきます。この回から安楽はバント、ランナー2塁3塁で初球から狙っていきました。強い気持ちで狙っていったというところのスイングでした。楽楽、そして山口帰ってきて4対4同点、ここで井口寄って追いつきます。そしてゲームは8回です。マウンドにはソンチャーホー、先頭佐藤、この弾道です。改めて清水さんいかがでした。いや、インサイド、少し厳しいボールなんですけど、その前チェンジアップを空振りしてたんですけど、迷わずきましたよね。確信した一発でした。これで5対4と
マリーンズが勝ち越し成功、そしてもう1本ツーアウトランナー三塁で荻野粘って12球目をライトに持っていきました。見応えありましたね、はい、これで6対4。そして最終回です。守護神は見ました。ランナー三塁まで行きますが、最後は好調銀次をレフトフライに打ち取りました。6対4、終盤に追いつき勝ち越した千葉ロッテマリーンズ、実に2ヶ月半ぶりに5割復帰を決めたゲームでした。